今日は、懐かしい車を、持ち出しました。ビビオ T トップです。この660の4気筒の気持ちの良さっていうのは、エアコンも使わない、特に発揮されます。これからちょっと試してみたいと思います。エアコンはもう必要ないです。このフィトンチッドの、山盛りの世界を楽しみたいと思います。鳥のさえずりを聞きながら走らせたいと思います。Tバールーフというか Tトップのフロントのガラスを残して、屋根の中央が真っ切ない形なんですけど、これが実にその実乗ってみると悪くなくて、適度に、風も抜けていくし、面白い車です。でルーフをつけた状態だと結構ガタプシガタプシ あちこちから音が出るんですけども、外してしまうと若干このぐるぐるうねる感じはするんですが、これはまた気持ちよくて、いなす感じがとっても気持ちよくて悪くないですね、これ。実は、エンジンが割と走行距離の少ないものに、交換してあります。なので調子がとてもいいし、扱いやすいし、ダンパーは、四輪駆動の、普通の5速マニュアルの四輪駆動の、セダン用のものがあったので、それを4つとも交換しましたけれども、そのダンパーと結構相性が良くて、かなり急な上り坂で、くねくね曲がってますけれども、非常に快適に走っています。DS レンジをちょっと使って、回転を高めに維持するように走らせていると、こんな感じで、追従性がものすごく良くなります。いいでしょう、この感じ。速度はそんなに上がりませんけども、NA のこの軽い車で遊び心満載のもう T トップなんで、もうスバル二度と作れないんですけど、それはそれでいいですよね。新しい世界の車ではコペンだとか、ホンダに、S のフロックもあるだとか、そんなのあるんですけども、このキャブレター仕様のあ、これは EMPA かな、これは EMPA になってるのキャブじゃないですね。ちょっとでもどっちかというとレトロな車、よいしょレトロな車、しっかり、味わわせてもらいました。どんな感じでしょう。これ多分欲しい人いっぱいいると思いますし、ここまで、何キロ乗ってきたんだ、38キロ今乗ってきましたけども、注目度は抜群ですね。みんな振り返ってきますので、珍しいのかもしれません。そんな感じでした。